ファンタジーラジオ。はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。はい、ですね、今回僕が出会った可愛い女性の話をしたいと思います。うん、で今から大体10年ぐらい前の話、僕が18は言ってなかったかな、17歳ぐらいの時の話なんですけど、香水を買おうと思って、ジーンズショップだったんだけど、そのジーンズショップに香水売ってたから、そのジーンズショップに行ったんですよ。うん。で、全然ジーンズには興味がなかったから、香水を選んで、レジ行くじゃないですか。で、その担当してくれたレジの女性がめちゃくちゃ可愛くて、ものすごく自分のタイプだったんですよ。うん。で、買って、で、ポイントカード作りますかみたいなことを言われたんだけど、基本的にそこはジーンズショップであって香水屋さんではないのね。うん。だから俺そもそもがその店にあんまり用事っていうのはないのさ。うん。けどね、その可愛い店員さんと、もう少しでも多く話したいと。めっちゃ可愛かったから、めっちゃタイプだったから。うん。で、ポイントカードを作るのに1000円かかるって言われたのね。うん。で、1000円かと思って、で、もう仕方ないと。うん。もうここがちょっとでも話すためにと思って、あ、作りますって言って、で1000円払いますって、でそしたらその女性店員が、あ、分かりました、少々お待ちくださいって言って、でも待ってたのね。そしたらね、そのポイントカードの担当がね、めっちゃおっさんだったべ、1000円払っておっさんと話したって話、終わり、バイバイ。